セキュリティハウス完成したけども、マグマで外出れないね。土で道作ったらいいのかな。これだと細すぎて落ちちゃうよ。危ないな。もっと太い道の完成。ここゾンビ通れちゃうね。じゃあうんちを置いとけばいいよ。うんち踏みたくないから通りたくないね。あとは土の家だとしょぼいからもっといい家にしよう。僕素材集めてくる。マッキーうんち踏んでる。あーやっちゃった。気をつけてよマッキー。てへへ、やらかしちゃった。じゃあ素材集めにレッツゴー。やったー、素材集まったぞ。いい素材集まった。何を集めたのかな。木材、これでもっと強いお家。マグマの火の粉が飛んで燃えちゃってるよ。うわやっぱり火のお家もいいね。美味しく焼けちゃうね。でもすぐになくなっちゃったか。ドヒ君は素材なーに。僕はそこら中のうんち集めてきた。これでうんちハウスの出来上がり。これだったらモンスターも臭くて近づいてこないね。じゃあ早速中に入ってみようって。マッキーまたうんち踏んでる。やらかしちゃった。マッキー気をつけてよ。てへへ。じゃあ早速中に入ってみよう。臭いね。これじゃあ僕たちがやられちゃう。じゃあ鉄の家にしよう。これだったらセキュリティバッチリ。鉄のドアもつけておこう。完璧だね。上には鉄の柱もつけておく。なんで上につけたの。一本立ってたら波平の頭みたいじゃない。波平ハゲ。気づけばもう夜だ。ゾンビだ。だけどマグマがあって入ってこれまい。そしてうんちもあるからね。みんな踏みたくないもんね。入ってきた。モンスターうんちとか関係ないか。どうしよう。鉄の家に入ってドアを閉めよう。これでもう安心。もう襲ってこないね。最強セキュリティハウスだ。あそこ来た。燃えてくれて一件落着。これでもう夜になっても安心だ。じゃあもっとすごいセキュリティハウスに改造していこうって。ここから出られない。鉄のドア開けられない。おちびちばーん。チャンネル登録よろしくお願いします。